何このクロワッサン。美味しそう、もちろん。何このさ、うん、あそこみたいなクロワッサン、なんだっけ、コストコみたいなやつ。一つあればいいよね。うん、いいじゃん、うん、そんないっぱいあってもね。でしょ、腐らせても嫌だし。コッペパンがね、そのなんか血が陳列剤にあって、これどうせ捨てるんだろうなと思ってたけど、安かったな。コッペパンはバターニュリニュリして食べて、あ、ごめん、最後忘れた。デブ、はい、キャベツ畑、あ、キャベツ畑、うわぁ、なんかこれ、なりね、ちょっと、これ危ない、なりね、道だな、これ。だからさっきの、あの、うん、なんだっけ、シワス口ってあったじゃん、もうあの、道の駅の近くの登山口、はいはい、あそこか、車だと、あとその5合目までしか行けない。ただ凍結してる可能性はあるもんね。いや、なんだこの道、あ、クロスアルミックが入って、チョコ入りか普通のか迷ったんだけど、チョコ入りちょっと高かったからこっちにしようって。チョコ入りになった瞬間2倍ぐらいするの。なんかそう、行ってみたい。いや、別にどっちも。くれくれ、あ、金かかりそうだからいいや。なんでさ、くれって食いかけ、まあ、いい、うるせえな、おめえ。あ、うまい。あ、クロクロワッサン超うめえ。なにこれ、ごめん。なんかここで金払うんだったらさ、どこまで行くかわかんないけど、有料道路使う可能性あるんだったら、そっちに金使った方がいいじゃん。あ、このクロワッサンめちゃくちゃうまくね。びっくりしたよ、今。ちょっとびっくりした、こんなおいしいのこれ。これほっぺ落ちる。どんな感じ？ポロー。バーバー。あのさ、これこうやってね、してるわけじゃん。どうした？もういいです。これ前のやつ、忍野村、なんて書いてある、忍野村ってやる、これ忍野村、向こうさん、あ、だから推しの、え、あれで推しってもの、わかんねえ、うん、どうやってんの、前の車じゃない、ごめん、ちょっとクロワッサンが広くなった、今ちょっと無理、あれで何かしてるの、この外側にコーティングされてるシュガーがめちゃくちゃうめえな。あ、これ左でもうついちゃう。どこ向かってるの？分からん。これ左行ったらなんかつきそうだけど、行ってみる。左行ってるね。あ、これじゃない。はみ出すぎやろか。どっち行った方がいいんだろう。左行ってみる。書いてあるね、この道、いろいろ。あ、せんも。あ、遠赤。大丈夫。あぶねー。あら、桜がすごい。ギリギリ大丈夫だった。うん、こんなとこにバッティングがあるの。やってないでしょ、これ。集落。あ、すげえ、なにこれ、超綺麗。見ればある。で、どこです？
屋ダメ。こうじゃないんだよな。だけどなんかすごいね、うん、得した気分じゃんね。おでぶ、おでぶ、ぶっ、なにデイリー浜崎が出てきた。デイビーは、なんかデイリー浜崎めちゃくちゃ良くない。ちょっと一回止まるか、これ。ちょっとわけわかんなくなっちゃった。めっちゃ広いな、ここのデイリー浜崎の駐車場。さすが山梨。ちょっとわけわかんないんで、ちょっと止まります。これ、引き締めじゃないの？見たいよ、うるさい。ちょっと待って。一回止めるか。